去年の12月31日夕方4時ぐらいなんですけど、ピーちゃんが急にお腹を壊して下痢になっちゃったんですね。もし下痢になった原因が菌とかウイルス、寄生虫によるものの場合、生死に関わってしまうので急いで病院に電話したんですけど、年末年始と正月三が日はやっていませんっていうところがほとんどで、やっていても犬と猫しか見ることができないので断られちゃったんですね。でどうすることもできなかったので、ピーちゃんの様子をずっと見てたんですけど、結構割と元気で餌も食べてくれるし水分もすごい取っていて、ケージの中を走り回ってたので、もしかしたら菌とかウイルス、寄生虫による下痢じゃないのかなと思っていろいろ調べてみました。なんでそう思ったかっていうと、菌とかウイルス、寄生虫に感染していたりすると結構ぐったりする子が多いんですけど、あまりそういう風には見受けられなかったんですよね。でグーの場合は結構お迎えした時に下痢になる子が多いみたいなんですね。まあその原因としては環境の変化に慣れなくてお腹を壊しちゃったりとか、あとは部屋が寒すぎて下痢になっちゃう子が結構いるみたいなんですよ。で環境の変化に慣れなくて下痢になるっていう原因なんですけど、ピーちゃんに関しては初日から回し車ですごく遊んでいたり、あと巣作りをしたり、餌をあげたらすごいバクバク食べて、残りはどっかにこう隠したりとかっていうことを結構してたので、まあ、それはちょっと考えにくいのかなと思ったんですね。で部屋の温度なんですけど、うちにはチンチラのプーちゃんがいるので室温を21度設定にしてたんですね。ただちょっと寒すぎるかなと思って、今回は22度から23度ぐらいを保つようにしてたんですけど、もしかしたら朝方結構冷え込むので、それでお腹壊しちゃったのかもしれないなって思ったんですよ。なのでその原因を改善するためにヒーターを買ってきました。それがこちら。ちょっとねピーちゃん巣作りしちゃってて、この周りにこんな風になってるんですけど、ヒーターを設置しました。あとは下痢をどうやって治すかっていうことを考えたんですけど、昔飼っていたハムスターの白玉がよくお腹を壊して下痢になってたんですね。でネットで調べたらビオフェルミンが効果ありますよっていうのを見たことがあったんですよ。ただその時は病院に連れて行って専用のお薬をもらって治療したんですけど、お医者さんに聞いたらビオフェルミンはお薬じゃないのであげても問題ありませんっていう風に言われたことがあったんですね。ただ1錠だとあげすぎなので小さくカットしてあげてくださいっていう風に言われたことがありました。ちなみにビオフェルミンはこちらです。はい。でこれをデグーにあげてもいいのかどうかっていうのをネットで調べてみたら、記事を書いてくれている方がいたんですね。その記事で書かれてたのはお医者さんに言われたらしいんですけど、ビオフェルミンをあげる場合には1錠を8分の1から10分の1カットしてあげてくださいっていう風に言われたと書いてあったんですね。なのでビオフェルミンも買ってきて、ピーちゃんまだ赤ちゃんなので10分の1にカットして、そのままだと食べてくれないのでラクトバイトを少しだけ塗って与えてみました。そしたら10分の1分全部食べてくれたんですね。で次の日の朝になったら便がこんな感じになってました。それまですごく軟便だったり水っぽかった便がしっかりとした便になってたんですね。でこれが1月の1日なんですけど、この間に下痢になることはその後ありませんでした。なのでやっぱり原因は寒さだったのかもしれないです。で治った後にはビオフェルミンをあげてしまうと、今度はそれが原因で下痢になってしまうので、最初に1回あげただけでその後はもうビオフェルミンはあげるのをやめました。本来はおすすめはできないです。しっかりと病院に連れて行って原因を突き止めて治療した方がいいかと思います。ただ今回の場合はどうすることもできない中での策だったので、こういった対応をしました。